広重、名所江戸百景より、王子小族への気大晦日の狐火。各狐とも、顔面の近くに狐火を浮かべている。王子の狐火は、江戸郊外、東京都北区の王子に現れる狐火にまつわる、民話の伝承のこと。王子稲荷は、稲荷神の刀領として知られると同時に、狐火の名所とされる。現在では、大晦日の夜に、地元の人々によって、 狐の行列が模様されている。かつて、王子周辺が一面の田園地帯であった頃、路房に一本の大きなエノキの木があった。毎年大晦日の夜になると、赤八周の狐たちがこの木の下に集まり、清掃を整えると、簡易意を求めて王子稲荷へ参殿したという。その際に見られる狐日の行列は相関で、近在の農民はその数を数えて、 翌年の法教を占ったと伝えられている。この絵巻の,の木は、小俗絵木と呼ばれ、よく知られるところとなり、歌川広重、名所井戸百景の題材にもなった。王子と狐とが一緒に登場する、最も古い資料は、寛永期に徳川家光の命により作られた、若市王子縁起という王子神社の縁起絵巻である。この絵巻の原本は存在しないが、 成功な模本が紙の博物館にあり、その奥書きによれば、作成作業は、堀田正盛のもとに、春日局のおいで、斉藤三んをもって遂行されたとある。また文は、林道春が関わり、絵は、か野な信が描いたことが知られる。絵巻の完成は、官営18年7月17日だった。若一王子演技絵巻は、 王子神社についてのものだが、すぐそばの王子稲荷神社も別当時、金な寺の持地であったために、下巻に、その社の佇まいと、その前道筋に集まり来たる諸法の苗部の絵がある。絵には、稲荷社前の道筋のあちこちに狐火をともした、複数の狐と松の木の下にも2匹の狐が描かれている。そして、諸法の苗部、この社へ集まり来たるとあり、仮説には、 毎年12月開日の夜、関東33カ国の狐、稲荷のシャイヒを灯しくる図なり、この松はどうや狐集まりて小族すと、ことづてふと、狐の集合が説明されている。なお、大田南保は、一ともと草に、昔は、小族松といひしも、今はいつしか、えのきにか晴れりと書いている。狐日の絵は、この絵巻を彩るためだけに描かれたものではなく、 演技を作るに先んじて、官英機の幕府の役人が王子の狐火の調査に来たという事実により、当時広くる伏していた伝承の表現だったと知れる。絵巻の完成後、約150年経った、完成3年になって、王子稲荷者が実際に、諸国33カ国の稲荷者の僧者であったかどうかの、社格の是非を幕府が問題にした。 自社奉行の松平照和が、老中、松平定信に進達した、王子稲荷学文字の義二夫、金奈和辞書、旧皇猿城公書き付けで始まる文書にその内容が示されてある。進達文書には、王子稲荷が自社について、東国宗師と少子高覧書つまり王子稲荷が東国宗師と自称しているとあり、これは王子稲荷が、 関東稲荘市との源のより地下の文言を東国稲荘市と平安時代以来認識し辞任してきたことを意味する。王子稲荘社は33カ国伝承にまつわる額や上りなどを没収され処罰を受けた。幕府の王子稲荷神社調査記録の新達文書は王子と狐の民話が古くは東国33カ国からの狐集合だったことを示すが、これ以降、 世上、王子の狐民話は狭く、関八州の物語として伝わるようになり、現在に至る。ただし、当の王子稲荷者自身は、門跡に、公平年中、源、頼地下、欧州追悼の右利、不く当社を信仰し、関東稲荷荘子と、高島と刻み、王子と変わらぬ舎歴を今に伝えている。狐が集まったとされるえの木の木は、明治時代中頃に故死した。 昭和4年には道路拡張に伴い切り倒され、小族絵の木の石踏みと、小族稲荷神社と呼ばれる小さな社が、停留所の東部に移されている。一帯は、戦前には、絵の町と呼ばれてもいた。王子狐の行列地元王子では1993年より、毎年、大晦日の夜から元日にかけて、王子狐の行列と呼ばれるイベントが催されている。狐がおめく、 または狐面を身につけた、神下姿で、小族稲荷から王子稲荷へ参詣する。ありがとうございます。